世界一、気前の良い男。集舞台は、とても気前が良いことで有名な男でした。王様は、集舞台のことが気に入りません。わしのことを、気前の良い王様とは、誰も言わんではないか。王様は、ケラに命令しました。あの男の、世界一速いという馬をもらってこい。家来は、集舞台のところへ行きました。集舞台は、王様の家来をもてなそうと、その馬を殺して使いました。ご馳走を食べた後で、家来が、王様が馬を欲しがっていると言うと、集舞台は、王様に馬を差し上げられなくなった。と泣いて謝るのでした。それを聞いた王様はもっと不機嫌になりました。あの男を殺して首を持ってこい。みんな嫌がりましたが、ただ一人褒美が欲しい男が集舞台を殺しに行きました。ところが集舞台は旅に出ていて、男は国中を歩いて探し回りました。何日も過ぎ、男はすっかり疲れ果て、お腹が空いて、お金もなくなりました。男はテントを見つけ、助けてくださいと頼みました。テントの主人は、男にたっぷりのご飯や飲み物、それにお金までくれました。男は命拾いしたのです。男は主人に、集舞台を探しているが、見つけられないと話しました。すると、主人は、ギラギラ光る大きな刀を差し出しました。集舞台は私です。どうぞ、私の首を切ってください。命の恩人をどうして殺すことができるのでしょうか。男は、すぐに王様のもとへ行き、集めたいなことを話しました。王様は黙って聞いていましたが、こう言いました。首が欲しいならお持ちなさい、とは私にはとても言えん。集めたいこそ世界一気前の良い男じゃ。おしまい。